陰謀事件をでっち上げ首かせをはめられて晒し者にされるタイタスオーツカトリック陰謀事件は1678年から1681年に発生したイングランドのカトリック教徒が国家転覆の陰謀を企てているという陰謀の鉄像とそれに伴う集団ヒステリーの事件社会現象である。鉄像されたテロ計画が本当に存在していると信じられイングランドの 反カトリック感情を煽って国全体がパニックに陥った。2年半にわたってカトリックを敵視した立法、裁判が横行したが陰謀が全くの捏造であったことがわかると反カトリックを鮮明にしている保育たちの地位を低下させた。その後、1680年代においてヨーク公ジェームズの信仰自由宣言や国王即位の道筋をつけることになった。 新京都革命の記憶も生々しい1670年代、イングランドには、反カトリック感情が根強く残っていた。国王チャールズ2世妃キャサリンや王帝ジェームズが、カトリック信仰であったことは、ジェントリやロンドン市民を一層警戒させ、緊張状態が続いていた。その中で、以下の人物が事件と混乱に関わった。タイタス・オーツ・オーツと、トングが仕掛けた、鉄道陰謀事件は、 当初ほとんど信用されなかったが、二つの事件を契機に一挙に信憑性を得、最初はロンドン、次にイングランド全土に集団ヒステリーをもたらした。無実のカトリック信徒が処刑され、議会でもカトリックを排除する動きが活発になり、果ては模倣犯まで現れる事態となった。トングはイエズス会に不満を鳴らす大津に出所不明のパンフレットを見せた。そのパンフレットに曰く、 イングランド内政やチャールズ一世処刑、果ては、ロンドン大化まで全てが、イエズス会の仕業であるという根も葉もないものであった。彼らはこれをもとに、カトリックのイエズス会と長老派、長老派はプロテスタントに属し、実際はありえないことだったがが手を組み、以下のような陰謀を企てているという話を、でっち上げた。イエズス会は、審査法によって公職から弾き出されている長老派と手を組み、 プロテスタントの国王チャールズ2世を暗殺する計画を立てている。彼らの狙いはカトリックの王帝ジェームズを王位につけプロテスタントを皆殺しにすることにある。この計画を支援するためにルイ14世が軍隊を派遣する手はずになっている。1678年8月、大津とトング両名はカトリック教徒の間に無本のクワてありと吹聴調して回った。トングは 国王チャールズ2世に上進すべく、ホワイトホール宮殿に赴いたが、チャールズは、ニューマーケット競馬場に遊覧中で留守だった。代わりに話を聞いた、ダンビーハクは、口頭無形であると一周した。今度はオーツが、治安判事5度フリーにあって、弁絶を振るったが、これも、まともに取り合ってもらえなかった。それでもオーツは諦めず、捨てを頼ってコールマンに訴えたが、 コールマンはゴドフリーからあらかじめ知らせを受けていたので、同様の対応しかなされなかった。陰謀鉄像は失敗したかに見えたが、二つの事件によって事態が急転した。一つ目はゴドフリー変死の方であった。ゴドフリーは自らの剣で刺された上、首を絞められた遺体で発見された。捜査の海く犯人は分からず、カトリック教徒が、 陰謀の情報を知る者として抹殺したのではないかと噂された。さらにカトリック教徒でヨーク公費秘書のコールマンがフランス宮廷の要人と手紙で連絡を取っていたことが露見してしまった。コールマンが受け取った手紙には大金が添えられており、これがクワの軍資金で背後にフランスがいると考えられた。もっとも手紙にはこの資金をディストリビュートしてフランスと 友好関係を保つように、という胸の文言が書かれていたが、アッサシナテの資金として用いて、フランスの優がままになるように、という趣旨で広まった。このように話が歪曲して伝わった経緯は、今も明らかでない。二つの事件は、もとより、イングランド人の間にくすぶっていた反、カトリック感情を一気に紛失させ、ロンドンは、チューダー朝時代の宗教戦争の様相を呈した。 ロンドンのプロテスタントは皆殺しに遭うのだというパニックに実際のところロンドンのカトリック信者は人口の千分の一に満たず、木としたところで実行できるはずもなかったが陥った。パニックの中でゴドフリー暗殺の犯人として無実のカトリック信者数名が処刑された。カトリックへの敵は空前の勢いとなり、オーツとトングは陰謀をいち早く暴いた国民的英雄となった。 大津の発言は、神の予言であるかのように受け止められ、それを良いことに、手当たり次第に、カトリック聖職者を求断した。名指しで非難された聖職者たちは、問答無用で裁判にかけられた。大津の主張を疑問視する者は、すなわち、陰謀の加担者であるとされ、アイルランド総大司教、オリバー・プランケットら30名余りが、無実の罪で処刑された。この間、 大津批判を行ったダニエル・デフォーは厳しく非難されている。野党的地位にあった、シャフツベリ・ハクラ・ハン・カトリック・急進派がこの勢いに乗って、議会や公職からカトリックを排除する審査法制定に持ち込み、ヨーク校、ジェームズの多い継承権を剥奪する多い排除法案を提出した。急進派議員たちは、国王の側近ダンビー・ハクによって王室が、フランスのルイ14世から、 財政援助を受けていたことを暴き、ダンビーハクを失脚に追い込んだ。この時の急進派が、後に、ホイックと呼ばれるようになった。翌1679年には、粉オけ陰謀事件なる模倣犯まで現れる事態となった。強硬状態下のロンドンで、長老派の不満分子が、ジェームズの大継承を阻止せんと格索し、 陰謀の証拠書類が、カトリックのサンバエリザベスセリアの自宅の荒引き粉を入れるおけに隠されていると主張する者が現れたので、ある。果たして書類は発見されたが、主張したトマス・デンジャー・フィールドの発言は疑問視された。彼は投獄され、粉を陰謀は、実際の陰謀である、国王暗殺を隠すために流した噂だと言きまいたが、彼を見る周囲の目はもはや狼少年を見る。 それであった。想像してみた前、カトリックの狂った群衆の中に一人放り込まれる恐怖を、妻や娘が領辱される様を、幼い息子の脳みそが壁にぶちまけられる様子を、異端の犬とはめき散らしながら、家が略奪され、あなた自身の喉元が切り裂かれる瞬間を。彼は、過去のカトリックの王たちのように、いつ軍隊で国を牛耳り始めるのだろうか。 あなた方の伝統ある法はどうなるのだろうか。その時、議会は法の秩序を取り戻せないだろう。王と枢密院は独断で税を課し、軍隊が剣を片手に徴収にやってくるだろう。同時大臣は、このように述べているが、実際に狂った群衆となったのはむしろ、プロテスタント住民であった。恐怖から来るカトリックへの圧力に、王帝ジェームズはブルッセルに、 避難せざるを得なかった。他のカトリック信徒も、ロンドンからの退避を余儀なくされ、国外亡命が可能なものはフランスなどに一時的に逃れた。事態の沈静化は、ホイックの勢いが止まったことも意味した。一連の陰謀が捏造だったことがわかると、次は、トーリやカトリック側が公正に出た。それでなくても、 チャールズ2世は、議会の解散など王権を巧みに行使して、弟を守っていたが、一連の騒ぎの結果、ジェームズの王位継承を阻むのは困難になり、シャフツベリ・ハクラ・ホイックは軍事クーデターを拡策し、翌1683年には、ライハウス陰謀事件を引き起こすまでに至った。その一方で、この騒ぎを引き起こしたオーツは2年半にわたって我が世の春を謳歌したが、 1681年の秋になると、当初のヒステリー状態は沈静化し、次第に、大津の主張は信憑性を失い、逆に大津は偽証罪の容疑で裁判にかけられることになった。裁判の結果、大津は首かせつきでさらし台に乗せられ、市民の投石の的になったが、死刑は免れた。こうして、無実のカトリック数十名を残首に追い込んだ。 張本人である大津は死刑を免れたばかりか、名誉革命後は年金を得て、裕福な晩年を過ごした。大津が交遇されたのは、名誉革命後の論功交渉によるものであった。革命によって大位についた、ウィリアム三世は、求心派とそれに組みした者を交遇した。大津もその恩恵に預かり、年金を増額された。ありがとうございます。